当院ではこのように装置に、カバーをつけております。90リットルの、ゴミ袋をですね、合計3枚使用します。一番上に1枚かぶせて後ろを輪ゴムで留めています。プローブを、差し込むところですね、そこに、カバーをしております。ゴミ袋に切れ目を入れてこのように、テープで留めてあります。当院ではこの傘袋をグローブの保護に利用しています。まず一つ目にこのように穴を開けて、プローブの根っこの方まで通しておきます。ケーブルはアルコールで消毒が可能です。まあ、容器自体を持ってこないことが大事で、このようにシリンジにゼリーを入れて持ってきます。そうするとこのように少量ずつ分けて使うことが可能です。だからこれは検査室に置いてきてください。で、実際の、操作ですけれども、基本的な計測などは、検査室の外で行うということが大事です。ですので使うボタンは、フリーズとアクアイア、ほとんどその、2つ、あと、カラーは、適宜利用するということになります。検査が終わりました。検査が終わったら一旦、患者さんから離れます。簡単な拭き取りが終わった後、速やかに病室から出ます。このケーブルより上の部分だけアルコールで拭きます。以上です。じゃあ、普段の検査終わった後のベッドの拭き取りを、やってもらいます。まず枕ですね。枕はこういう拭けるものがいいですね。で、そのままベッドを拭いていきます。これはアルコールですね。アルコールで拭いてます。で、手すりがある場合は手すりも拭いています。ベッドの次に、患者さんが出て行った後ですけれども、着替えとかされた後、そのカゴまで拭いています。患者さんが出て行った後ですけれども、このドアノブですね、ドアの手すり、ここも拭き取りが必要です。